お待たせしました。さっさと始めようぜ。 All right。 まずはチャクラモードになるべし。ことは速やかになるべく。おっす。で、この後は何すんの？まずはキュービと力合わせて、俺と手合わせ。おっちゃんと手合わせ？なるほど。確かに今のナルトの力量を確認しておいた方が、この後の修行指針を考えやすいですね。そういうこと。よし、やる気上々。お前の覚悟に俺様は強強。キュービチャクラ、どれほどのものか見させてもらうよ、ナルト。行くぜ。戦闘開始。こちらの準備は十分。かかってこいよ、存分。よし、7区から全力だ。ふっ、思った以上に異常なチャクラ。このキュービチャクラ、なんかすげえしっくりくる。驚きの性能、これには俺様も Say No。 驚くのはまだ早いってばよ。もっと攻めてくぜ。結構やるじゃねえか。勝負あり。いける。このチャクラがあれば俺は。よし、ここまでだ。すごい、すごいじゃないか、これは。確かにかなりの脅威。その力まさに狂気。では、これからの修行は。基礎能力は十分だった。ある程度の相手なら十分に戦える。よし。とはいえ、まだまだコントロール不足。不測の事態に即敗北。え、まだダメなの？じゃあどうすればいいんだよ。それをこれから伝授すんぜ。修行の成就はもう寸前。おお、ついてこい。修行はこっちでやる。こっちって、わざわざ滝の中でやるんですか？滝の中は外のチャクラを遮断。修行に集中する有効な手段。そうだったんですね。というわけで、レッツゴーゴー、チェケラッチョ。おっ、あれ、ヤマト隊長はついてこねえの？ああ、これからの修行は二人に任せるよ。僕の力はもう不要だろうしね。
キュービチャクラを完璧にコントロールするのは大変だろうけど、頑張るんだよ。おう、ありがとな。チャクラが遮断された場所にいる限り、ナルトに戦争のことを察知されることはないだろう。悪いが、しばらくはそこに留まっていてくれよ、ナルト。サメのよこした情報によると、ここにナルト君がいるらしいが、さて。ん？やあ、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？ああ、そういうことか。へっ、ひょろひょろの割にやるじゃねえか。うん。理解が早くて助かるよ。まあ、助かったのはオイラも同じだ。なんせ、一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。うん。ふん。で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ？いや、実はこの島、ここに八尾と九尾がいてね、その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。九尾ってことはナルトのやつか。ただまだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。出たに！ここまでタイミングがいいと狙ってるとしか思えないね。なるほどな。確かに厄介な顔だ。やっぱり本物のデータラ兄だ。てめえら二人がいるってことは。久しぶりじゃな、データラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。キサメと言ったか。奴の侵入情報を耳にしてな、その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん。っていうか、なんで派手に爆死したはずなのに、なんで生きてるの？本当は死んでなかったダニか？は、これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく死んでまで迷惑かけおって。うるせえ！死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は。言わなくても分かってんよ。奴らはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。ではその人たちはお願いします。僕は人中力の捜索に集中しますので。ああ、けどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにゃ、オイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。あ？デイダラ、わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな、オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。
戦闘開始。年寄りのてめえじゃオイラの相手になられよ。うん、そう吠えるなデイダラ、まるで負け犬のようじゃぜ。だと奥だ。あのデイダラ兄と戦うとか複雑な気分だぜ。やつはもう昔のデイダラではない。情を表に出すなよ黒土。土影様、腰の調子は大丈夫だにか。腰の痛みなどとうに消えてしまったわ。所詮お前のやっていることは粘土のお遊びじゃぜ。お遊びだ。おいらの芸術をなめんじゃねえぞ。だったら相応の力を見せてみせ。年取ってる割にやりやがるよな、ほんと。さすがワイたちの土影様だに。相変わらずベタベタしやがって。おいおい、前世紀よりも強くなってんじゃねえか。大口叩いてこの程度か、情けない奴め。そしてまだ様子見してるだけだ。こっからが本番だ。うん、はあ、なかなかの活躍じゃぜ。己を強く抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。とどめじゃぜ。勝負あり。よしよし、頑張るだけ。死してなおわしに負けるか。よくもわしに挑めたものだ。いくら強がったところでわしには到底及ばん。何言ってやがる。本番はこっから。ん、黒土がいねえ。今頃気づくとはな。やはりお前は青二歳じゃぜ。てめえ、そろそろ遊びは終わりじゃぜデイダラ。そりゃこっちのセリフだ。うん、そうか、ナルトは B さんと滝の中で修行か。ええ、張り切ってましたよ。どうしました？いや、修行に集中することはいいんだが、あいつここでの任務を忘れてないか。まあ実際は監禁という名の任務だし、別にやることはないのだからいいじゃないですか。それはそうなんだが、複雑な気分だ。ははそういえばガイさんは？あの人は忍び連合からの召集があって、そっちに急行した。召集ですか。ということは、ああ、いよいよ開戦が近いってこと。なんだ爆発音。一体誰が。ヤマト、行くぞ。はい。しつこいね。逃が
しゃしねえよ。年貢の納め時だ、この蛇野郎。ん、来たか。へえ、青葉もいるのか。その声はまさか薬師カブトか。久しぶりだね、ヤマト。のこのこ出てきやがって、おせんだよ。あんたは確か土影の孫娘だったな。ちょうどいい。君たちにはこれからナルト君の元まで案内してもらおうか。バーカ、そりゃ逆だ。お前はあたいたちに捕まって敵のアジトに案内する羽目になるのさ。へえ、それは気をつけないとな。青葉さんは他に奴の仲間がいないか見張ってください。カブトは僕と彼女で叩きます。わかった。ちんたらすんなよ。あんな奴相手に時間かけねえぞ。戦闘開始。カブト、お前その体は素晴らしいだろ。オロチマル様の力が溢れてくるんだ。そのヘビ野郎は絶対に逃がすんじゃねえぞ。ええ、そのつもりです。土影の孫娘か。君も研究に使いそうだね。なんだこいつ。このまま勝負を決める。まだまだ、その程度では僕を止められない。以前よりも動きがつかみにくくなっている。厄介だな。この戦いももう終わりが見えてきたね。勝ち残るのはどちらか。結末が楽しみだ。それとも虚勢なのか。布団も火の意志もこの胸に引き継いでいる。勝負あり。片付いたな。完璧。よし、手応えありだ。これで終わりだな、カブト。当たり前だ。あれだけ痛めつけたんだぜ。ヤマト、油断大敵だったね。ヤマトはいただくよ。くそ、あいつまだ周辺にいるはずだ。そっちはどうだ。ダメでした。ああもう、なんでこうなるんだよ。逃がしたのか。ああ、ヤマトっていう木遁使いが連れて行かれちまった。そっちはどうなんだよ。それが突然消えてしまったんだに。デイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ。役目が終わった今、カブトが術を解いたのじゃろう。しかし九尾と八尾まで深追いせずか。尋問用の人質目当てか、その木遁使いが目当てだったかは分からぬが、問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。ヤマトは簡単に情報を取られるようなやつじゃない。そんなこと言っとんじゃない。相手がマダラなら強い道術がある。
奴の道術にかかれば太刀打ちはできん。そんな。手土産がかなり違うようだが、キュービを連れてくるんじゃなかったか。確かにそうだけど、こいつはキュービの見張り役で機密情報も持っている。それにこいつがいればかなりゼツたちを強くすることができる。無理をするよりこいつを捕まえた時点で効率の良い方を選んだ。あんたたちにとってね。なら早くしろ。この左目が戦争を欲している。そうか、ヤマトが。まさかキュービを狙わず他の忍びを連れて行くとは思わなかった。とはいえ今の私たちではどうすることもできん。いずれ連れ戻せばいいのです。おおよその場所は分かっているのですから。そうでしょ、綱出様。どういうことじゃぜ。あんたにはまだ話していなかったな。先日うちの偵察部隊が奴らのアジトを発見したと情報が入った。ほう。バツ印が敵のアジトと確定。山岳の墓場と呼ばれる場所だ。ここからじゃと湯隠れと下隠れが挟まれる形になるが。ええ、ですのでその二国にはすでに避難勧告を出しています。なるほどの。それでわしらの準備の方は。すでに奇襲部隊には招集をかけ、戦闘大連隊も組ませてやる。医療、情報、感知に関しても同様だ。忍び連合としてすぐに動くことができる。準備万端ということか。土影、これはあんたの分だ。おお、もうできていたのか。はあ、これが忍び連合の額当てか。なかなかじゃぜ。それがしがデザインした。かつて争い合ったあなた方も今やただ一つ忍びでござる。さらに今忍びと侍とが手を組む。さあいよいよでござる。第四次忍界大戦、我々が勝つぞ。戦慄が世をかける。緊迫が時を焦がす。空は震え、地は沈み、人はただ予感する。戦乱の予感。にじり寄る脅威に忍びたちはここに立つ。勇も邪も、鬼も絶も、時は満ちる。今こそ戦いの時、今こそ開戦の時。